今日は本当皆さんお忙しい中ね、シロガッツを見に来てどうもありがとう。めっちゃ嬉しいです。結局そのシロガッツの名前の元になっているマスヌーピーの曲を聴いてください。ライナースランドルシあ、最後ね、一曲一人でやりたかったんですけども、いろいろ喋りたいことがあったはずなんだけど、何も出てこないと。シロガッツ始めて5年ぐらいなんですけどね、もう今年41なんですが、もともとは人のサポートとか、そういう仕事メインでやってて、
自分でカフェのとかね、そういうバンドもやってたんですけど、ちゃんと全国ツアーもあったり、ワンマンをね、そうやってなくてね、結構いい年になったからこういうことをやらせてもらってるんですけど、本当嬉しくて楽しいし、こうやってやってくれるスタッフの皆さんのおかげもあるし、どっかでね、白大津を聞いて、知って見つけてね、こうやって来てくれてるお客さんのおかげで、本当そういうことやれてるなと思ってます。本当感謝してます。どうもありがとう、今日は。まだまだツアー、もうすぐ終わっちゃいますけどね、白田悦もそうし、渡辺俊介としてもやりたいことをね、いっぱいあるんで、ワクワクするようなこと、いろんな音楽これからもやろうと思ってますんで、ぜひね、応援してほしいし、ライブも遊びに来てください。ありがとうございます。最後、どうしよう、なんかじゃあ、どうしようじゃないな。白田悦の最初に、5年前、もっと前ですけど、作った、最初のアルバム、ニューデスっていうアルバムに入っているニューデスっていう曲を一人で演奏して、最初に作りました。Thank you.
どうもありがとうございました。みんなありがとう。白岡悦、渡辺俊介でした。渡辺